いつかなって感じなんですけど、久しぶりに食べれました。美味しかった。この服で行ってないです。あの焼肉行くときは、なんか友達と行くときは別なんですけど、家族と行くときは絶対に洗いやすい服っていうのかな、匂いついちゃうから洗いやすい服を着てます。汚れちゃうっていうか匂いがついちゃうから、この服だとちょっとね、なんだろう、洗ってなんだろう、縮んじゃったりとかしたら嫌だから、洗いすぎても大丈夫な感じのやつにしてる。ジャージじゃない、ジャージじゃない、ちゃんとした服着てきました。もうジャージでもいいけどね、別に焼肉ぐらいだったら、そのところだけだったら。行かない、この服では。あともう帰ってきたらすぐ着替えちゃう、もう癖で着替えます。なんか気持ち悪いの、着替えないと。今コロナだしさ。どの部位食べた？いっぱい食べ、いっぱいってか、うん、一番美味しかったのはやっぱ私カルビが好きなんですよね。カルビ食べました。あの写真は中落ちカルビ、タン食べたよ。ハラミも食べた。ホルモンは苦手なんですよね、ちょっと。みんなカルビ若いって言うじゃん。皆さんもカルビ重たいかな。で、私もね、もう重たくなってきちゃうのかな。でも確かに、あ、ロースも食べました。ハラミとロースは確かにさっぱりしてた、軽い感じだったなってのは、なんだろう、食べ比べっていうか順番に食べてたから。そうそうそう、やっぱカルビだと油が結構多めでしたね。私は大好き、カルビが一番大好きです。ハラミも大好き。あー、ホルモン苦手。なんか昔は食べれた気がするんですけど、今日最近食べれない。食後のアイス食べて、食べました、バッチリデザートまで食べてきました。焼肉には白ご飯必須ですか？必須。白米も食べました。白米も食べた。そう、脂身が苦手だからホルモンはね結構苦手。うん、ね、タンは脂多いっていうね。カルビどこの肉、分かんない。確かにどこの肉、どこの肉なんだろう。なんか昔は、昔っていうか高校生の頃に食べ放題に友達と、高校の友達と行った時に、白ご飯食べるとお腹いっぱいになっちゃうし、食べ放題だったから、今日食べ放題じゃないんですけど、お腹いっぱいになっちゃうから白ご飯食べずにお肉だけ食べようと思って、お肉を全部に食べようと思ったら、なんかいくら食べてもお腹いっぱいにならなくて、結局なんかめっちゃお肉食べちゃって、お米食べても同じじゃないカロリーみたいななっちゃったことがあったから、白ご飯食べる、よく食べるようになった。結局お肉だけ食べてもお腹いっぱいにならないじゃん。お米、私お米あった方が美味しいし。バラありがとうございます。
本当に無限焼肉になっちゃう。冷麺美味しいよね。冷麺美味しい。めっちゃ冷麺好きな友達いて、2杯ぐらいその子食べてたの。懐かしいな。その時は冷麺の美味しさまだ知らなかったから食べてなかった。最近知りました。確かにサラダわかる。サラダいっぱい。冷麺美味しいよ。めっちゃ。めっちゃ好き。あ、まだ夜ご飯食べてないの？お肉が食べたくなっちゃいますね。食べ放題行くとデザート食べてから締めにカレー食べる。すごい。まあでも甘いものからのしょっぱいものもいいですよね。わかります。クッパーってなんだっけ。な、聞いたことあるけどわかんないね。なんかさっぱり、口がさっぱりするから冷麺は好きです。ゴムにしか思えない。こんにゃくみたいな感じ。ユッケは食べたことないです。私雑炊みたいな。なるほどね。食べたことないな。盛岡冷麺ってよく言うよね。盛岡冷麺のなんか買った気がする。家で作れるやつみたいな。生っぽいお肉大丈夫。私はそういうの怖いので、レアは苦手なんですよ。よく焼きがいいので結構焼きます。硬くなっちゃうよって言われても結構焼きます。焦げる寸前ぐらいまで焼く。あんまり赤いのは苦手ですね。コバありがとうございます。レバー食べたことないな。でも体にいいっていうよね。多分赤身だから鉄分とかいっぱい入ってるのかな。体にも良さそう。めちゃめちゃお腹痛めたら怖いからね、うん、今日も大丈夫かな大丈夫かなって言って。そう、ローストビーフ美味しいよ。ローストビーフは大好き。焦げてるのも危ないからさ。焦げも好きじゃないんだけど、ギリギリさん、あの茶色いところを狙って食べる。サムギョプサルは苦手です。脂身が多いから。一人焼肉は行ったことないですね。行ってみたい。なんか一人焼肉個室、一人用の個室の焼肉屋さんとかないのかな。なんだろう、普通の焼肉屋さんに行くのは結構ハードル高いので、焼肉一人専用焼肉屋みたいなないかな。一人カラオケみたいな、一人焼肉専門店みたいなないかな。うん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 。東京にあるの？あ、ありそうだね。名古屋にも来てほしいな。ローストビーフの赤いのは大丈夫なの？そう、メンバーとご飯。いや最近めっちゃねご飯食べに行ってる。安定のいつもの5人でめっちゃ食べに行ってる。本当に最近はレッスンも多かったからめっちゃ食べに行ってる。でもね、そのうちのね
多分半分ぐらいは韓国料理なんですよ。韓国料理みんな大好きで、韓国料理美味しいよね本当に、何回行っても飽きない。誰がお店決めてるの？誰だろう。あ、でもみくるんかりかちゃんがなんか美味しいよって言ったところに行ってるかも。すごい教えてくれる。5人だと一緒に座れる座席少なくない？いや毎回大丈夫、5人席あります。ピザマンありがとうございます。だるまもありがとうございます。からおすすめのところに行く。だいたいみんな気になってるから。なんだ、最近流行りの食べ物食べたりとかしてるかな。肉まんありがとうございます。もう毎日おいしいもの食べてる。流行りの食べ物食べるとかめっちゃ JK やん。そう、流行りの食べ物やっぱ気になるじゃん。すごい出てくるからさ、いろんなところでなんか今流行りの食べ物みたいな。韓国料理は本当に好きですね、私。めっちゃ好き。マックのティラミスは私食べてないんですよ。食べた。あんまありがとうございます。全然辛くなかったよ、韓国料理屋さん。店によるよね、すごい辛めなところもあるけど、大体そんな、本場は辛いんだろうと思うけど。あ、222日ありがとうございます。ありがとうございます。あ、リップあった。あ、待って、転がってた。よいしょ。いろんな韓国料理屋さん行きたいんですよね。ほこりついてる。これは美味しいリップ。これ美味しい。チヂミめっちゃ美味しい。昨日食べたチーズチヂミが美味しすぎてやばかった。最初ら辺のショールームでお話ししてたやつかな。そう、これめっちゃ良き。良き丸。韓国行ったことないんですよね。めっちゃ行きたいの本当に。あ、みきちゃんも美味しいって言った。そう、みんな美味しいって言ってた。あれは本当に美味しかった。あれをメインに食べに行ったわけじゃなかったんだけど、めっちゃ美味しくて本当に良い。
美味しかった。何味？一応これはさくらんぼの絵描いてあるんですけど、さくらんぼ味なのかな、ピーチとかそんな感じの味がします。でもさくらんぼ描いてあるかさくらんぼ味なのかな。桜味かな。新大久保行ったことあります。いつかな、何年前だっけ、2年前ぐらいかな、行ったことあります。何、あでもね、そう、その時ちょうどチーズこう伸びるやつ流行ってて、まあ、今も流行ってると思うんですけど、特に流行ってた時期めっちゃみんな食べてた時で、私も家族と、じゃあお母さんと行ったのかな、食べて。私ね、でも韓国料理で好きなのはね、チーズハットクも好きなんですけど、ホットクがめっちゃ好きで、ホットク初めてそこで食べてすごい美味しかったの覚えてる。うん、ホットクは大須にも一応あるかな、あった気がする。あとなんか食べた、それ食べて、なコスメ屋さんがいっぱいあるからコスメ屋さん見て、今はねカフェとかいっぱいあると思うんだけど、その時はあんま時間なくて、ハットク食べてホットク食べてって言ったらもうお腹いっぱいになっちゃって帰ったかな。もう一回来たい。でも今行ったら多分また変わってると思うしね、来たいけどなかなか行けないから、いつ行けるかなって感じですね。キンパ、あそう、その時にキンパを買ったんですよ。そうだそうだ、その時に初めてキンパを、なんかスーパーみたいなところがあって韓国の、そこであのキンパ買って、あのホテルでお母さんと一緒に食べました。懐かしい、2年前くらい、2年前か。美味しかった。その時にめっちゃ美味しいって知ってからキンパも大好きです。サムゲタン、サムゲタンね、めっちゃお肌にいいやつだよね。なんかサムゲタンを食べた方がいいって、あのダンスのレッスンの先生にがめっちゃ言ってたのを覚えてる。みんな覚えてるかな、サムゲタン、サムゲタン言ってました。言われて、私めっちゃ影響されやすい人だから、言われて自分も食べたの。キンパはもう名古屋にも売ってますよ。デパ地下とか行ったら売ってるよ。私もね、なんかデパ地下に用事、デパ地下に用事っていうか、なんか用事あった時帰りに買ってったりとかする。いつも元気だよいつも元気です。成城石井に売ってんだ。あ、最近コンビニでも見ました。焼肉食べたから確かにそれもあるかもしれない
今日めっちゃ遅くに起きちゃったから元気。あ、でも眠いんですよね。リアがマキコさん、マキコさんで草。あ、今日配信してたのかな。してる？今暇してるのかな。草って皆さん話を聞いてあげてください。もう愛がいっぱい溢れてますね。今日は一日一ドーナツ食べてました。あ、いっぱい買ってたよね。そうだそうだ、みーのご飯で。私もねポケモンのドーナツ買いたいの、めちゃめちゃ買いたいけど、ちょっと公園近いしね、皆さんの前でさいい状態で出したいじゃないですか。だからちょっとね我慢ですね。雪見大福を選んだのあなたですね。なんで知ってるの。なんで知ってるの、すごい。なんでなんで。なんで、そう、明日からなんですよね。もう発売してるところもあるんですけど、ピカチュウね、なんだっけ、カスタードなんだっけ、プリンだ、プリン味です。チョコパイがめっちゃ美味しくて仕方ない。そんなことやない。食べたくなってきちゃう。ハートありがとうございます。そう、お母さんにも写真見せて何食べたでしょうって言ったら、あのチョコの方の雪見大福って言ってて、ちょっと外れてました。かのちゃんが、あ、かのちゃんが言ってたのね。びっくりした、びっくりした、あの、うん、びっくりしちゃった。 なんでしてんのと。かのんちゃんはチョコレートのを食べてたかな確か。うん、夢大福大好きなんですよ。しけんさん、はじめまして。なんか雪見大福と言ったらもう一個思い出があるんですけど、思い出っていうか、あれ、週刊スパさんの撮影があった時に、そう、撮影終わってよし帰ろうって時に、そうそう、カメラマンさんの方かな確か、カメラマンさんだった気がする。がアイスをね、そう買ってくださって、その時にも雪見大福があったんですよ、選べて。そうそうそう、それで帰りに食べたっていう思い出があります。そうだから、それすごいなんか嬉しくてね。すごい、もうちょろいですよね私。
そう。それが美味しくて、美味しかった。めっちゃ覚えてる。私雪見大福大好きです、本当にめっちゃ好き。そう、アイス大好きだからめっちゃ嬉しかった。でも他の味食べた、あ、食べたことあるわ全然あった他の味。あ、私ね、クッキー&クリームみたいな今売ってないかなのもすごい好きでしたね。今は多分売ってないかも、何年か前にあったやつ。普通の味も大好きだけどそれもすごく美味しかった。アイスありがとうございます。冬はお風呂でアイス、あったかいのと冷たいのか。私は冬は、前はねお風呂でみかん食べてましただいぶ前の話。食べたことない。あ、チョコの方か、あ、びっくりした。私もチョコの方食べたこと。あ、ああ、うん、間違えたあ、今はティラミス、あ、売ってた、コンビニで見ました。花束ありがとうございます。私はお風呂でみかんを普通に食べるんじゃなくて、誰が一番皮を長く切らずに剥けるかっていうちっちゃい頃ですよ、ちっちゃい頃やってました。ちなみに今やってないけど前はやってましたね。こう上からこうこうなんて、こういう感じでやっていくの、わかる？こうじゃなくてこっち、このヘタからこうぐる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 って切らずに。だから昔流行ったよね、流行ってなかったかな、私の家だけ流行ったの。それで対戦してた懐かしい。リンゴ、でもなんかリンゴはこういうやつじゃない、機械みたいな、こうやってやったら勝手に皮むいてくれるみたいなやつ聞いたことあるけど、やってたでしょ、やってたよね私もやってました。俺会話流行ってない、全国かと思ってた。だからそうそう、それをやってましたね。みかんの白いやつは食べてくださいあれ体にいいかな。私は思いっきり食べます、白いやつ。なんで嫌なの、髪伸びてきたよね。さっきもコメントであったんだけどさ、髪伸びてきたなって、早くないもう美容院行きたいんですけど。栄養はあるよ、めっちゃあるって聞いたこと。焼きみかんはしたことないですね。
なんか言うよね、焼きバナナも言うやん、焼きみかんも言うやん、焼きリンゴも言うか、焼き柿、焼きなし、焼きキウイ、焼きいちご、焼きスイカ、焼きパイナップル、焼き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 ぶどう、何が一番おいしい？よく食べると髪の毛伸びるんですか？伸びてきたよね、早いな。焼き芋、そうだよ、焼き芋よ、焼き芋しか勝たん。最近一個気づいたことがあります。じゃあ皆さんに共有しますね。焼き芋の美味しい食べ方やを見つけました。まあ、知ってるよって方もいるかもしれないんですけど、焼き芋チーズフォンデュを焼き芋につける。違う違う、焼き芋をチーズフォンデュにつけるです。あ、出て出て見ちゃった。知ってました？めっちゃ美味しいのそれが。で前さクリームチーズが美味しいって話をしたじゃないですか。で、まあ、クリームチーズもいいんですけど、もうチーズフォンデュめちゃめちゃ美味しかったです。やってみてほしい、本当に。お母さんにも、お母さんにも試してもらったら美味しいって言った。とろけるチーズでもいいかもしれない。わかんない、私はチーズフォンデュを最近ハマってて、そうチーズフォンデュで食べてる。合わなそうなイメージだと思うや、思うや、めっちゃ合う。え、お芋さんポロポロ崩れそうなんですよ。私はふかし芋でやったから全然崩れなかった。あ、冷やすといいです。冷やして焼き芋をふかして、違えた、さつまいもをふかして冷やします、冷蔵庫で。でからやると取りやすいです。そう、今簡単に売ってるからさ、あのこういうやつ、ちっちゃい一人用とかもあるので、いや食べてみてほしい。私やんやん言っちゃうんですよね、なんとかやんって。名古屋弁、名古屋弁じゃないか。いや、私最近皮はちょっと怖いから食べてない。普通本当は食べたいんですけど、今の時期ちょっと怖くて食べてないです。大阪弁移ったってめっちゃお母さんに言われた。めっちゃ言われた、昨日喋ってて。なんかね、みおちゃんの喋り方だよって言われた、お母さん。みおちゃんの喋り方めっちゃ移ったかもしれない。映っちゃうよね。私そのなんだろう、関西出身のなんか YouTube の方とかの動画をこうやって見ること多いんですけど、そうやって見てるだけでも私もともと映ってたんですよ。ずっと YouTube 好きでめっちゃ見てて、プラス身近にもいるから、もう大阪ってなっちゃった。マックは大丈夫、マックはマックです。ちょっとでも名古屋弁を移したいんですけど、私はなかなか名古屋弁を移せない。
皆さん配信聞きながら場所を、そうだ場所を言うのこともね、皆さんよろしくお願いします。改めて本当ありがとうございます。あ、全然配信中は息抜きで全然休んでもらって大丈夫。終わったらぜひよろしくお願いします。シミュさんの今年の目標、味噌おでんを食べる。なんかさっきチラって一瞬入ったんですよ、あやってると思って、なんかおでんの話してて、あおでんの話してると思って、そっか味噌おでんはそうですよね、名古屋の人まあ、以外も食べる方いるかもしれないけど、なかなかいないか。いや味噌おでんのお店ないのかな。私も食べたいおでん。なんか何でも味噌つけるじゃないですか、結構なんだろう、味噌カツとか家に皆さん1本あるじゃないですか味噌が。そう私の家もたまたま昨日寝る時にリビングのテーブルのところに味噌置いてあって、このチューブのやつがまた出しっぱじゃんと思って、私冷蔵庫にしまったんですけど、それぐらいね使うんですよね名古屋の人。もで私は卵かもち巾着が好きかな。うーんかな。寝るときも味噌持って寝る。そんなわけないや、誰が出したのかちょっとわかんないけど、何味噌だろう。私はねなんだろう、わからないな。わからん。ご飯にかけたことはないですね。でも絶対美味しいと思う。からしはつける。最近私からしつけますね。うん？嘘ですね。つけないですね。間違えた。からしつけるのはシューマイでした。シューマイにからしつけるのはめっちゃ好き。味噌汁はなんだっけ、濃いのが好きです。薄いのはうん濃いのがいい。間違えちゃった。からしつけたことないかも。嘘というかあれつけたかな、記憶がないですね。いつも味噌だけつけてる気がする。白味噌、あーミックスかな、いえ分からん、どうなんだろう。でもこういうのが好きです私は。なんか味噌煮込みうどん有名じゃないですか名古屋。
そうで、なんか食べたことないって言ってたから、そうそう、あのそうだから味噌煮込みうどんも食べに行きたいなと思って、あの5人でいいですよね。私はなんかよく家でね、よく食べてた味噌煮込みうどん。確かに白服危ない。え、スーパーに売ってないですか味噌煮込みうどんのさ、あの何カップ麺、カップ麺じゃないな、袋麺みたいなやつ売ってるのかな、東京とか大阪とか出ますか、袋の袋から出してお湯かけてってやつ。皆さんの地域にあるのかな、あったらあったのかな、どうなんだろう、これは名古屋の限定なのか、どこのか忘れちゃったけど、私はその袋麺のやつだけでもすごい美味しいなって思います。確かに麺の硬さは全然違うけど、お店のとは、それはそうですね。ないかないか、送りたいです本当に送りたい。ないか、愛知県民の方はぐらいしかないのか。私も麺は片麺が好きなんですよ、ラーメンとかも。だからめっちゃ好きです。え、で住所書かないで住所書かないで、本当ありがとうございます。あ、ネットで買えるかもしんないネットで買えるかもしんない、そうだよね、ネットで買えるかもしんない。来週末に名古屋に行く予定なんだけど、おすすめのお店は、難しいね。肉もありがとうございます。なんだろうな、おすすめのお店か、なんだろう、ごや名物食べてほしいな。だからとんかつか、あ、味噌かつか、ヤバトンか、ヤバトンか、さっき言ったに味噌煮込みもいいし、味噌煮込みだったら山本屋かな、かスガキ屋もいいし、世界の山ちゃんもいいし、あ、ひつまぶしもいいですね。
コメダでお茶するのもいいし、あ、きしめん食べるのもいいし、二千行くのもいいし、ナポリタン食べるのこんな行ってもね選べないですよね。ピオリン食べてもいいし、帰りにピオリンチャレンジして帰るのもありです。まだ空いてたら、まだ空いてたらピオリン買って帰るのもあり。名古屋グルメぜひ楽しんでください。なかなかおすすめって言ってこれと言えないから、いっぱいあるから美味しいものぜひ。名古屋グルメ絶対1個は食べて帰ってほしい。ぜひ何か食べたかね、また教えてください、ハッシュタグつけて。ココイチココイチも美味しいよね。ぜひ皆さん公園来てください。来てね来てね、少しでも迷ったら来てください。もう56分、早い早い。どうやったら当たるか、いいことをするいいことをしたらきっといいことがあります。帰ってくるから頑張って、頑張りましょう待ってますので皆さん、本当に違うよ、当たってない人がいいことしてないってことじゃないから、順番だからさ。いや順番っていうわけでもないんだけど、いやいつかは皆さん当たりますから、ぜひ諦めずに何回も応募してみてください。待ってますね、私はずっと劇場で。はい、じゃあちょっともう時間やばいのでランキングもくどくして終わりたいと思います。13位、ありがとうございます。12位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。8位、ありがとうございます。7位、ありがとうございます。6位、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。1位、ありがとうございます。当たった方もね
ぜひ何回も応募してみてください。あと2日ですね。ドキ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 。ぜひあのこの中に来る方いらっしゃったら、水色と黄色のサイリウムを振ってくださると本当に嬉しいです。よろしくお願いします。絶対にあの絶対にレッスン送ります。絶対送る。明日は夜配信です。では皆さん、今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張りましょう。明日休みの方多いかな。休みじゃない方、お仕事の方頑張ってください。じゃあおやすみなさい。バイバーイ。場所保有よろしくお願いします。あとで自撮りを昨日の分も合わせて4枚送ります。バイバーイ。